4期生みんな 3D になったね。いやみんなすごいすごいお披露目だった。ルーナの体力のなさがすごかった。ルーナね、リハの時にその日ボイトレだったので、ボイトレが終わったから、あ、ルーナ 3D のリハしに来てると思って、ルーナちょっとね訪問しに行って、茶化しに行って、で、あー、スイちゃんのノラ、ルーナ緊張するノラみたいなめっちゃ言うてたんだけど、本当にすぐ息切れてた。なんかあのね、10分直立すると多分彼女は死んでしまう。それくらいにすぐ息切れしてた。でもね、そこがねルーナの可愛いところで、ゲームやってたじゃん姫様、あのゲームやるのらって言われて、このゲームやるのらって、でスイちゃんやっていいっつってあのゲームやらせてもろたので、あれすでにさハイスコアが配信内で出てたか知らないんだけど、そのハイスコアは多分スイちゃんだと思う。スイちゃんめっちゃ頑張ってたからね本当にあの時。そうインベーダーのやつ、そうなんかこれ結構むずいぞとか言ってめちゃめちゃ頑張ってやってさ、15回くらいやったからね。ハイスコアを超えたらご褒美らしいの。ハイスコアいくつだったの？1770？ 無理に決まってるんだけど。なんだな、なんだ1770ってよ。おい、ロバちゃん先輩、ちょっと無理。スイちゃんのだったか、そう1700点ぐらいのスイちゃんだと思うんだけどな、スイちゃんの記憶が正しければ違ったらごめんなさい。